ダンサーになるために必要なもの。どこかな。難しいな。めっちゃ難しい。俺はこれはやりたくないとかじゃなくて、さっきこの YouTube 撮影をする前にインスタライブで、今回に関してはあっちの質問を何かありますかみたいなっていうので募集した中で、面白そうな質問をピックアップして、ちょっとこの YouTube のチャンネルでちょっと聞いてみたいなっていうのがあるので聞いてみたいと思います。まず一つ目、今まで行った地方の中で良かった場所どこですか。まあでもそれこそね、コーナーゲームはね47都道府県全部行ってるから、そうだよね、自分の中で一番良かったとこ、良かったとこって難しいよね。まあどこかな。難しいな。めっちゃ難しい。まあ難しいよね。まあいろいろいろんな県とも付き合いがあるから、あのここがいいっていうと、そういういろんな、お前俺の件よくねえのかみたいな。でもどこにもどこね、思い入れがあって良さがあるからね。まあ、実際いいとこいっぱいあるから。そうだね。じゃあご飯、ご飯が美味しかったご飯、難しいな。ご飯も難しいのか。難しいな。いっぱいあるけど、俺は福岡だ。なるよね、福岡って。俺も福岡好きだよ。いや、ご飯、どこ行っても美味しいとかってなるから、そうだね、うん、やっぱ福岡は美味しいかな、うん、美味しいし、なんかいい、好き、福岡大好き。じゃあそれで。おい、だからふざけんなよ。あっちの一番好きなところ。でも今まででやっぱ一番食って衝撃受けたのは、宇和島の鯛めしだったね。あ、鯛めし、愛媛、宇和島すごい、なんかいろいろ仲良くしててね。そうだね、ワークショップとかで何年も呼んでもらって、でもそのワークショップで呼んでくれた時に食べた宇和島の鯛めしが今世紀最大に好き。はあ、普段東京にいたら食べることないし。そうでしょ、うん、そう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 。だからなんか何がこの鯛めしがうまいとかっていう選択肢っていうのないけど、うんうんうん、そこで出されたのでズドンと来たら絶対印象には残るよね。ズドンと来たね。宇和島の鯛めしは絶対なかなか食べる機会ないから、ぜひ食べてほしいです。ああ、一緒に宇和島ちょっと行こうよ。じゃあ行きたい。ぜひ宇和島、宇和島、宇和島のちょっと気温を2度ぐらい上げるのでお願いします。宇和島のあっちと行けば2度ぐらい上げて10ぐらい増やせるのでお願いします。でもあっちは宇和島、宇和島うるせえなっていうぐらい宇和島って言ってるから。宇和島好きだね。第二の故郷でもね。いや、そうやって言えるのいいよね。で、多分人も好きなんだろうし、もちろん他の人たちともいろんなすごい濃い時間も過ごさせてもらってるけど、その故郷みたいな感じとかをとか、なんかちょっと特別な感じ出してくれる人たちってあるよね、なんかその地域ごとに。俺もなんかあったりするからさ、そうやって言う場所ってなんか特別な、その普段の生活を忘れさせてくれるアットホーム感っていうか。いいね、なんせそういうのつながれるのはすごいよね。そうだね。でもそれもロックワイルダーつながりでくれたつながりだったから。ロックワイルダーつながりなんだ。そう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 、ツアーとかじゃなくて。はいはいはい。ああ、いいね。じゃあ今まで一番良かったところは愛媛の宇和島。和島です。待ってます。鯛めしお取り寄せこちらまでこちらまで宣伝します。こちらまで。あともう一個あったよね。まあ、ダンサーになるために必要なもの、うん、でこの質問してくれた方はちなみに女性です。プロダンサーになるために、まあ、プロとは何ぞやみたいな部分もやっぱ常にあるとは思うんですけど、まあ、ダンサーとして。これは真面目だね。真面目な、まあ、最後にね、もうこんだけダラダラな会話してるから。いや、俺ね、プロ、あ、これちょっとめっちゃ真面目な話になっちゃうけど、じゃあそれはサブチャンネルで
一番大事なのなんかね、いや秋広も多分そういう感覚は持ってると思うんだけど、うん、なんかねやっぱダンサーたるや自分のかっこいいもの とは何かっていうのを追求する生き物じゃん。そうだね。でなんかその20代の頃からかっこいいことをやりたい、うん、その自分がやりたいことだけを貫くみたいにやってくる中で、じゃああれはかっこ悪いとか、うん、あいつがやってるあれかっこ悪いとか、そういうのって絶対どっかであったと思う。例えばね、ヒップホップアングラでやってる人からしたらジャズヒップホップみたいなさ、はいはいはい、俺らの時代で言ったらああいうのはやりたくないとか、なんかそのいやあったいろいろめっちゃあ、まあ、恥ずかしさもありつつ、そういうのは自分っぽくないから恥ずかしいとかもありつつ、ね、でもその中でそのじゃあ人がやってることに対してその人の良さをなんかどれだけ分かってあげられて、ブレイキンとか、まあ、ロッキンとかいろんなジャンルでもそうだけど、うん、なんかその全てのジャンルの良さがを認めてあげられるかみたいな、俺はこれはやりたくないとかじゃなくて、なんかそれっていうのがなんかこうプロっていうか、そのこういういろいろバックダンサーの仕事をやる上ではそういう感覚持ってる人がなんかやっぱ残れるんじゃないかなと思うけどね。俺はこれはやりたくない、 それはやりませんみたいな、じゃなくてそこに自分の良さを乗っけられる。はいはい、うん、あのめっちゃ分かるわ。アチがまあその現場とかでも、うん、普段やんないスタイルとかなった時で、あの振り入れとかされた時に、うん、一番前向きなイメージある結局人なんか楽しいマインドに持っていけば全部できるじゃん。そうだね、うん、だからそこのマインドに持っていくのを、うん、あの最前線でアチは持ってってくれてるイメージがある。でそれで現場もそこで楽しもうよ、でそこに行こうみたいな空気感を作れてる感じがするから、今のアチの言ってるのめっちゃもうまんまアチだなって感じですなんかその人とかそのスタイルなりの、まあ、自分やったことなかったりとか初めて見るようなスタイルでもなんかその良さを、あこのジャンルのかっこよさってどこなんだろうなとかなったり、その現場で初めてやってる振りだったらそこにじゃあ自分を落とし込むためにはどうしたらいいだろうなっていうのを考えるようにしてるっていうか、うんうん、なんかそういう感じかな。なんか感覚でしかないけど、でも秋広もそういう感覚あるじゃん絶対的に。あまあね、いや基本楽しい模様のマインドではあるけど、うんうん、違う自分とは違うスタイルの人の良さを認められるじゃない。本当にダサいもんダメだよ。まあまあもちろんね、そこはもちろん本当にダメなものはダメだけど、みたいな振りはダメだけど、カットカットダンサーとしてプロとしてまあプロとしてもそうだし、人としてまで深くはないかもしれないけど、あの感じなんか行こうよみたいな、前向きにやっちゃおうみたいな、これ楽しくやっちゃおうみたいなを作れる人たちになれば、こいつと一緒にやると楽しいなって思えばね。ああでもそれはあるかもね、うん、こいつと一緒にやったらなんかやりやすいなとか楽しくやれるなってなっちゃえばなれると思うので、ということになりました。ありがとうございましたじゃああっちに30の質問をしていきたいと思います。はい、1つ目、はい、本名は？あっちは慎吾です。出身は？神奈川県横須賀市です。血液型は？B 型です。何人兄弟？3人兄弟です。好きな食べ物？梅干し。犬派？猫派？猫派。踊るときによく履く靴の種類？ナイキ。好きな映画？スターウォーズとかマーベルとかそういう感じ。青春の曲？ミスチル。好きなお酒の種類？ビール。好きな街？宇和島。過去のあだ名？アッチャマン。スポーツ何やってた？サッカー。
英語喋れる？喋れません。持ってる資格あれば？普通免許。好きな番組は？テレビでも YouTube でも。月曜から夜更かし。このチャンネル、ビートサーフィルム登録する？します。恋愛対象の性別？女性です。恋愛対象の好きな髪型？長い方。パートナーに求めること？趣味が一緒。尊敬してる人？いません。ダンスの師匠？回転クラブのリュウタさん。気になる若手ダンサー？ノーコメント。最強だと思うダンサー？ピノさんとしんいちさん。もうダンス以外の趣味？絵を描くことと空を見ることです。今まで買った一番高いもの？プレゼントした旅行。いくら？1人10万。おー、高え。休みの日は何してる？寝てます。 SNS やってるものすべて教えて。 Twitter、Instagram、Facebook。 ダンスやってて良かったこと？みんなに出会えたこと。ダンスやってなければ今頃何してた？教師。何教師？体育教師。おう、ありがとうございました。30問終わり。終わり。おはようす。ありがとうございました。楽しかった。すげえな。もっとやりたい。そうなんですね。一回シーンを回す。すごい。こっからシンジ君と話したい。ビートサーフィルムご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。こういうダンサー呼んでほしいとか、こういう質問してほしい、こういう企画してほしいなどいろいろ求めていますのでよろしくお願いします。また見てください。ありがとうございました。